ここはちょっと右ドッグなんで、多分左目ぐらいがいいと思うんで、ここロング、ここロング短めのロングなので、まあ打ち上げてますけど、確実にちょっとバーディー取りたいなって思います。ご飯もお願いします。ご飯もよろしくお願いします。ご飯もお願いします。セーター、そうですよね、見たことないと思って、ズボンもですよね。ズボンは超昔の日本のやつだ。着れないわこれ、ミリが着たらもうなんかビチビチになっちゃう。着れる多分なかった。パツンパツン、こういうさ、あのとかさ、こういうとことかさ、こういうなんていうのデザインなくない？なんか凝ってない？はい、うん、なんかここら辺がないみたいな。そう、全然ち可愛いよね、こういうの。かわいいの着ちゃってふわふわなんですよ。なんでかわかんないけどこの辺がすごいこういうとこはそんなにあれなんですけど、この生地、この辺がすごいふわふわなんですすごい嬉しい、嬉しいですね。お前は降りろ降りろ、降りろ。これは筋トレしてる？しようと思ってるんだけど、まあ、平日行く暇がなさすぎて。平日何してんの？学校行ってんだよ学生で行ってんだよ、ちゃんと休まずに休まずに。
ラインは出たんですけど、ちょっとショートみたい。距離あるやつです。入れなきゃ。入れましょう。前半の最後の3パットがあるから。ざっくり言っちゃうと、ボールとの距離を近くして、あと、なんていうの、コンパクトに振れるようにドレスも結構狭くして、で、打ち込む感じでイメージはやったら、結構パンオン今までずっとしてなかったっていうか、全然パンオン率低くて、それでスコアもまとまって、もうバーディーチャンスもめったにないじゃないですか、パン率低いと。だから結構そのショットの精度が少し変わって、でパン率も上がってきて、バーディーチャンスも結構増えたんで、スコアも結構最近は出てきました。でもまだ変えたのがテスト終わってあと1ヶ月ぐらい何もしてない状態だったんですよ。で、10月頭からもう一回スタートしようと思って切り替えて、なんで全然まだ2週間ぐらいしか経ってないんですけど、結構自分の中でもイメージは前よりは良くて、結構それでスコアも結構まとまってるのかなって思って、自分の中で結構今までのゴルフとは全く違う感じです。こんな感じなんだって感じです。人のミスを笑うっていうひどい。あゆちゃん、私もあれやりますもんだって、もう最悪ですよね。そうですよね、マジ最悪。やります。パター入んないと思ったらショットがどんどん悪くなる。超えるんじゃないですか。いや、結構なんか、いや、めっちゃ上に上がったから。
ビリちゃんが大変そうです。打てない。私の？いやだよ。こういう場合ってどうすんの？アンプルかそこにピョンって打つか？あゆちゃん飛んでます。ナイスです。え、見えちゃうのなんか初めて。そうですよね、うん、ありそうでない。ありそうでないです、うん。でも、いつもThank you.
惜しい。はい、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 は